山本由伸、ピシャリ。今日は QS だしまあ合格じゃろ。今永もだけど欲張って引っ張ったら打たれるよな。防御率悪化するしもったいない。山本おとじも頼むよ。あかんな、完投させろよ。拍手してくれてるけど日本時代を知ってると物足りんだな。でも拍手喝采だからドジャカスは優しいな。これだから大谷のおまけって言われちゃうんだよな。この回投げ切れたと思うけど、向こうは球数できっちり交代するね。山もろは中4日でもないし、もう少し意地見せてほしいところだが、先は長い PS でもこれやったら最高や。いい仕事してるんだけど、山本に求めてることを成し遂げてる今永がいるのもあって印象悪くなってしまう。収録でこれはちょっとがっかりされるやろな。まあこれでいいんだよ。日本は途中で変える文化がないんだけど、アメリカにはそれがある。日本の解説陣はそれが分かってない人が多い。この回までは投げ切らさないとまだ信頼されてないな。中6日で6点もらってこれは叩かれるわ。だから無理せず6回までで交代すればって言ったのに。ピリッとしないやつだな、日本一の投手って肩書きなのに。高めボール球のまっすぐもっと使えよとは思う。ご視聴ありがとうございました。